この動画は乙女あゆいに英訳されています。モダン転載は禁止です。お望みの品はどんなものでもインストップナー。ミスター S のミステリーショップからコウちゃんたちに特別なインビテーションだ。新年の7日間、普段は手の届かない高級スイーツや高価な魔法アイテムなど、店内の商品を大幅プライスダウン。さらにセール限定の目玉商品ミステリーバッグも発売中だよ。Sam's New Year Sale! コウンちゃんたち、このビッグチャンスを逃さないで、チェックだ！さて、商品の陳列や在庫の確認、年末からいろいろな準備を進めてきたが、いよいよ Sam's New Year Sale の始まりだ。最後の仕上げに一緒に働くクルーのみんなにもこのセールのコンセプトを共有しておこう。コンセプトは、お客様に今年初めての幸運を届けよう。もともとはミステリーショップの東方支店で大好評だったキャンペーンだが、もっと多くのコウンちゃんたちに楽しんでほしくて、この度全国の支店で展開することにしたのさ。だからこのセールの間は店内の飾りもレペゼン東方支店の珍しい品物ばかり。例えばあそこに飾ってある竹の生き物は門松っていう有名な縁起物なんだ。他にも来店してくれたコウンちゃんに無料でプレゼントするフォーチュンクッキーや、セールの目玉商品ミステリーバッグのチェケラ。おや、もしかしてその顔はミステリーバッグをご存じない？あーい、もう少し詳しく説明しておこう。この紫色の袋ミステリーバッグにはショップの人気商品をいろいろ詰め込んでいるお得なセットだよ。一日に販売できる個数には限りがあるから早めにゲットするのがおすすめだ。何が入っているかは開けてみてからのサプライズ。新年初めての運試しにちょうどいいだろう。そんなミステリーバッグを求めて今年もコウンちゃんたちが続々来店するに違いない。繁盛必須のミステリーショップのクルーになれた君たちは恵まれてるよ。学園で働ける上に高時給、こんな魅惑的なお仕事はそうそうない。たくさんのクルー希望者の中から抽選で選ばれた君たちこそお客様に幸運を届けるラッキーボーイにふさわしい。Hey! ミステリーショップの新たな一員として改めて自己紹介と応募動機を聞かせてくれ。おう、まずは俺から行くぜ。カリム・アル・アジームだ。うちの寮生がたくさん応募しててさ、そんなに楽しいなら俺もやってみたいと思ったんだ。だから受かったって知った時は嬉しかったぜ。次は僕だな。デュース・スペードです。僕はそのすごく欲しいものがあるんですけど、母さんに小遣いをもらうわけにもいかないので、このアルバイトで稼いだ給料で買おうと思って今回応募しました。 Thank you 二人とも、一緒に働くことができて嬉しいよ。支給した制服、新春の衣もバッチリ決まってるじゃないか。お、それならよかったぜ。実は頭や脇にある紐の結び方がよく分からなくて、ジャミルに手伝ってもらったんだ。ささっとやり方を調べてかっこよく言ってくれてさ、早速褒めてもらえるなんてさすがはジャミルだな。あまり見慣れない服ですけど、袖や裾にボリュームがあってかっこいいっすよね。きちっと着なくちゃいけない分、背筋がちゃんと伸びる気がします。ミステリーショップ東方支店から取り寄せた制服をコウニちゃんに合わせてアレンジした特別セーサー。幸運を届けるラッキーボーイにぴったりの華やかなデザインだろう。その衣装に身を包み、
サムズニューイヤーセールを盛り上げてくれるかい？ああ、もちろんだ。お客のみんなが楽しめるよ。俺たちも全力を尽くすぜ。な、デュース。はい。事前にレジ打ちの練習もしたし、品出しのスピードにも自信あります。頼もしいよ、コウニちゃん。怪我をしないように十分気をつけておくれ。にっはい。
なんとかミステリーバッグの購入希望者を全員整列させられた。いや、店に入りきらないほどお客が押し寄せるなんてびっくりしたな。まるで嵐みたいだったぜ。はあ、まだバイトが始まったばかりなのにこんなに体力を消耗するなんて、この後が心配だ。店の前見てください、アジーム先輩。また大量のお客さんがこっちに向かってます。おお、ほんとだ。よし、デュース、出迎えの準備するぞ。いらっしゃいませ。チャンネルの登録忘れないでね。